チキチャンネル、ウープネチのピヨタです。さあ、今回も東方位相決やっていきましょう。今回はエクストラエリア10位相の開口の隠し洞窟アナグラのプリンセスやっていきたいと思います。レベル100ステージですね。こちらウェーブが2、ユニット8、光が1の闇が4の断りが3となっております。まあ光が1で少ないですけれどもね、光警戒しておかないとやばい気はしますが、パーティーはこんな感じ。闇属性4体いますので、そちらを力でねじ伏せる用の、仙台の巫女様。断り属性が3体いますので、それを力でねじ伏せる用の純子ちゃん。で、光属性が1体しかいませんので、それをテクニカルに仕留めることができると思われるひじりさん。かっこ力押し。と、メインサポーターである、沖縄さんを入れております。はい、まあ簡単に言うとそういうことね。力で押したりテクニカルに押したり、とりあえず、押してダメなら強く押せというね、そういう方式でいきたいと思います。さあ、ということでいきましょう。隠し洞窟アナグラのプリンセス、難易度ルナティックスタートです。さあ、何が出てくるんですかね。そもそもさあ、アナグラのプリンセス、まず出てきたのは、あれ全員闇、マジですか。じゃあもうここで仙台の巫女さん全技解放で攻めてもいいわけですか。小悪魔ちゃん TP 茶材力150、全体攻撃の攻撃 10% 減少で、こちら側の攻撃速度 25% ダウン。ココロちゃん TP 茶材力300、単体攻撃の攻撃 20% 減少で、自分の属性をランダム変更のノルピエーション 100% 防御。ダークビショップ偉そうで、ドレミーさん TP 茶材力150、炸裂攻撃の CT20% 減少で、ドリームキャッチャーという名の、クリアランスでノル減少を 100% で判定いたしますと。まあダークビショップ、どうせね説明することもなく死ぬでしょう。はいね、この説明しなかったことに関することがね、後で恨みに出ないことをね祈るばかりでございます。まあ出たら出たでいいよ。それはそれで上から力でねじ伏せます。さあ、とりあえずどうしましょうかね。 CT 増加させるのは巫女様と沖縄さんの2名。まあ今のところね、その2人が一番役に立つでしょう。ちなみに純子ちゃんも一応弱点技を取れる光属性技を持っておりますが、ですよ。まあ一番最初に倒すべきキャラクター、そもそも誰かって言われたら誰ですかね。全体デバフ持ってる小悪魔ちゃんが一番最初に倒しておくべきキャラな気がします。ひじりさんもね、大きなさんもサポーターとしては優秀ではありますけれども、まあそこの部分はねあれですから、能力減少に関しては弱いで、小悪魔ちゃんはデバフスキルも打っておきます。大きなさんのねスキルで能力減少の緩和ができますので、反転されていてもね、能力上昇の緩和ができますので、それを利用するんで今のところは大丈夫で、どうしようか。仙台の巫女様どうする。火力をこれ以上上げにかかるか、上げよう。仙台の巫女様この後ね実況化持ってるんで上げられますけれども、それを加味してもね、もっともっと上げちまおうっていう。で、純子ちゃん、この後ね、確実に必要になるんで、純子ちゃん上げておきましょう。特性エンハンスは、まあ、ためらいもなく、仙台の巫女さんは。で、後方射撃のバフカットを誰にやるかと言われると、まあ、ドレミーちゃん中心にね、ドレミーちゃんが反転してるんで、それを中心とした感じで与えましょう。さあ、仙台の巫女様のやつは、チャージを入れて、エンハンス自強化で攻撃200までいった状態のチャージ 200% ね。やれるものは全てやった。そこからの攻防一戦。さあ、ダークビショップを落とせるか。落としてほしい。耐える、強い。さあ、純子ちゃん DA2 のチャージ技は使うと間に合わなくなりますので、普通に、現代の心霊界の方を打っておきましょう。ひじりさんはとりあえずね、高速上昇の SP を配るものをやった後、
CT 削りは全員に入りますので、まあ、三千大千世界の主を打ちたいのも山々ではございますけれども、こちらで、攻防一戦でこちらをズドンってやったあげくハイクリアランスで回復されるけど、そもそもデバフをそこまで打っていない。ひじりさん残り体力224、224って虫の息にも程がありますよ。どうする？もう想像を超える虫の息なんですけど。何想像を超える虫の息って。もうとりあえず自分の認知範囲外から出てる表現としようがない。びっくりした。あーごめんなさい、今ちょっと別の携帯が鳴りました。はい、アンギラサベータの方を使ってもいいけど、三千大戦使い、いや使おう、使っておいて一応先代の巫女様のところが確実に動けるように攻防一戦を構えておきましょう。はいドン、ナイスショット。さあどうなるかな。スクナちゃんの攻撃が入ったら死んじゃうよ。さあ死んじゃいました。うん、どうしようか。これで何もできなくなってしまった。いやまあできなくなってるわけではないけど、セイガさんかな。でもやるとしたら、さあセイガさん TP を削りに行きましょう。その前にまずは敵の能力見ていきましょう。スクナちゃん TP ジャー財力200、貫通攻撃の CT 30% 減少で、全体の攻撃 25% 上昇の CT ブースト 100%。 貴様 TP3 技威力150、炸裂攻撃2回の CT3 繊維 T 20% 減少、自強化で攻撃速度を 50% 上昇の、品種特攻 100%、プラーナさん、全体の防御速を 25% 上昇の 50% 決壊の CT ダメージ 100% 防御、ゆうこ様 TP1 値体力200の重列攻撃の SP30 減少で、全体の攻撃防御 25% ダウンの能力減少 100% 防御となっております。まあでも良かったのはプラーナさんが大ボス枠ですね。スクナちゃんが空いてるのがありがたい。まあここでねスクナちゃんが本当空いてるっていう、そのスクナちゃんが空いてるっていうか、光属性が大ボス枠じゃないっていうのが一番ね、ゴリ押しで倒せる圏内にあるっていうのが本当に役立ちそう。さあ沖縄さんここはかけておきましょう。独占エンハンスはジュンコちゃん。さあここでアナーキーバレッドヘルは打てないから裏切りの攻防射撃、スクナちゃんとプラーナさんでユウコ様をやろうか。で貴様はね瀕死特攻関係なく多分これで落ちるはず。さあピュアリーバレッドヘル、残るはスクナちゃんのみ、カムイ一戦でいい感じに落としていきましょう。カムイナイスアタック。はい、ということでまあひじりさんが落ちてしまいましたが、いい感じにはい、クリアしました。唯一の心残りは実況を撮っている途中にすっごい鈴の音みたいな感じでね、キンキンってなりました。はい、まあそれぐらいですね。さあ秘伝の書2つに口伝の書が1つですか。まあありがたいですけれどもね、なんかもうこう秘伝の書と口伝の書を見た瞬間に、やったねいくらお得だみたいなね、金勘定をしてしまうのがちょっと悲しいですね。さあでも隠し洞窟まだありますか。さあ遥か昔の千夜一夜、なるほど、ユニットが6ウェーブが1、またこれも珍しいですけれども、これはこれで多属性か。はい、そんな感じですね。じゃあ今回もここまでといたしましょうか。変にね長引かせるとちょっと動画時間的に録画が心配になってくるんで、ちょっと短めに終わります。ということで、ここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあね。